巨視長座 DS 星とは、地球から巨視長座の方向に約44.12パーセク離れた場所に位置する恒星である。南半球の星座巨視長座の恒星である巨視長座 DS 星は、A と B からなる連星系であり、A は G 型の太陽と類似した恒星である。B は K 型で太陽より小さい。この二つは240天文単位離れている。 巨視町座 DS 成形は、年齢が4000万年程度の構成が集まっている、巨視町座、時計座アソシエーションに属していることが知られている。HD222259、t i c 4万0 2 1 4 9 8 6トイマイナス200等の別名を持つ。2019年、トランジット系外惑星探索衛星によるトランジット法を用いた観測で、 巨視長ザディエッセイ A に一つの太陽系外惑星巨視長ザディエッセイアブが発見された。主星の年齢は4000万年とされており、1億年未満の年齢の構成が主星である基地の10の惑星の一つである。そのような惑星としては、ケプラー宇宙望遠鏡によって発見された。 K2-33B や EPIC2 億511万7205.01等が知られている。他には、オウシザ V830 c B が知られており、この惑星の主星の年齢は200万年より若いと見られている。この惑星は衛星の周囲を約8.14日の光天周期で光天しており、大きさは地球の約5.6倍である。 これは、海王星型惑星と、木星型惑星の中間に位置する。質量は、地球の約20倍程度とされているが、惑星が膨張していれば質量はその値より、小さいと見られる。ドップラー分光法による観測では、上限の質量が0.94木星質量で、あるという値を得られた。恒星風の影響によって大気が流出している。可能性が示されている。 主星が明るいことから、東火光分光法による大気観測が可能であるかもしれない。キオプスによる観測で、巨視長座ディエッセイアブが特性評価のターゲットとなった。巨視長座ディエッセイアブは軸から約12度傾いて、恒星の周囲を降転していることが知られている。太陽系に存在する惑星はわずかに傾いて、降転しているが、 連星系の構成の周囲で形成される惑星の場合、このような惑星系は非常に珍しい存在である。ありがとうございます。